こんばんは、山城と申します。すみません、ちょっと緊急で撮っておるんですけど、今しがたですね、今しがたというか、仕事中だったんで、ちょっと、リアルタイム、即のね、対応はできてないんですけど、今仕事から帰ってきたところで緊急で動画を回しています。今日ですね、今日というか、6月の16日、17時時点でアップロードした動画、ST09 なのに、っていう動画ですね。じゃんけんの旅の第2回ですね。新しく始めた企画の動画なんですけど、これのところの、この動画に関しまして、BGM に関する、まあ、クレームですね、が入っておりましたので、それに対する、原因の、経過報告および対応に関する、報告動画となります。こちらに関してはですね、いつもご視聴いただいている、視聴者様からですね、指摘がいただきまして、ここのところの音量が非常に大きくなっていると、ですね、いただいたコメント通りでいくと、BGM の音量が大きすぎて耳が壊れるというですね、ご指摘をいただいておりました。ということで、ちょっとこちらの方でもね、緊急で確認をしてみました。で、どこのことかなっていうのは、すぐに、分かったんですけど、具体的に書いてくれてましたんでね、新しく使い始めた BGM というか、まあ、BGM 用の、フリー音源なんですけど、ハッピーレイドっていうね、やつを、最近使い始めたんですよ。この動画からかな、これのもう一つ前か、から使い始めてると思うんですけど、で、この BGM の音量が、まあ、非常に大きいと、いうことで、まあ、その耳が壊れるレベルというふうにご指摘をいただいておったので、こちらの方でも、実際に、そこのね、時間のところと、確認をしましたので、ここのことなんだよなっていうところで、まあ、そこのところで合ってるよということで、そのあたりは確認が取れましたので、それに対する、対応及び、まあ、注意喚起とさせていただきます。本来ならね、そういうような音量が入ってるっていうんであればね、お詫び動画にするべきなのかな、どうかなと思ったんですけど、まあ、こちらで、実は、4つの条件試して、実際に聞いてみました。PC で、スピーカー音源で聞く方法、および、PC で、イヤホンをつないで聞く方法、で、3つ目が、スマートフォンでスピーカーから聞く方法、およびスマートフォンで Bluetooth でつないで、聞いてみて、イヤホン、ハンズフリーのやつですけどね。で、つないで、実際に流れてくる音量。4つの、思考パターンを試して、実際にそのお詫びをしなければいけないレベルの中、まあ、音量レベルのところは実はエンコードかける時点で、確認をしていて、調整をかけているので、そんなにその、いわゆる、支障をきたすようなレベルのものがあるのかなというところがあったんで、そのあたりが全部、あってはいけませんのでね、というか仕事柄そういうような品質不良を生んじゃいけない、品質管理をするね、仕事をやってる、身分のものがね、そういうようなことがあってはいけないということなんで、そこに関しては、慎重に調査をさせていただきました。仕事終わってから、もう速攻家帰ってきて、その4パターンを試して、思考回をしてみたんですけど、まあ、おそらく、これに関しては動画の削除等をする必要はないという判断に、でちょっと対応させていただきます。まあ、今後ちょっといろんな方からもね、ちょっとご意見をいただきたいですし、同じ条件でその使っているところに関しましては、今後の動画に関して、7月20日までの動画がすでに、もう作成がされていて、これに関しては音量の BGM の、微調整等の再編集がちょっとできないんですよ、もう。エンコードをかけて、で、プロジェクトファイルっていうのを、回ごとに残している方もいらっしゃるみたいなんですけど、私の場合は、回ごとには残してなくて、実際にエンコードかけて、最終チェックですね、エンコードかけて、実際に、アップロードした動画を一度、聞いて、ね、不備がないか、一通り見て、チェックをするんですよ、最終チェックは。それは YouTube に上がった動画でやってるんです。っていうのは、エンコード前のやつで聞くのと、実際特に音量関係ですね。で、最終でね、その YouTube に上がった状態でのところで、ちょっと、加工が、YouTube 側でそのエンコード加工がかかる兼ね合いで、多少変わることがあるんで、そこに関してはこちらの方でも最終チェックを入れて、まずいなっていう時にはそれを動画を削除して再投稿するっていうような形になってます。
たまに、うちの動画で、消し忘れて、最後に R っていう文字が入ってるやつがあると思うんですけど、あれはそれなんですわ。一度ちょっと、あ、これは問題があるなっていう風になって、削除して、もう一回再編集かけるで、その作業が終わるまではプロジェクトファイル残しておくんですけど、それで、まあ、最終チェックして、あ、大丈夫だなってなったら、そのまま、次の編集にかかるのに、そのプロジェクトファイルを消して、上書きして、新しいものに変えて、次のやつを作り出すっていうふうにしてやっているんですね。で、それの兼ね合いで、まあ、その指摘が入ったから、即ね、削除して、そこの部分を、さらに音量調整してっていうことはちょっとできないんですよ。で、いうところで、こちらとしてはですね、いや、これはその支障をきたすレベルだということで、消さないといけないのかっていうところを、4つのパターンで試してみたんです。で、おそらくなんですけど、これに関してはすみません、本人が視聴者様に直接確認してないんで、あれなんですけど、ヘッドホンで聞くと、多分BGM が、落差が激しく聞こえるんで、おそらくそれが原因なのかなと思います。スピーカーで通常やってるんですけど、スピーカーだったら全そんな全然気にならなかったんですよね、私も。で、イヤホンで聞いてみたら、まあ、正直私は全然問題ないかなと思ったんですけど、音量のそのボリュームレベルとしては、最初の冒頭の音楽ですね、タランタタランタタタランって流れると思いますけど、あそこと、一緒の、音量レベルになっておって、割れとかにもなってない状態なんで、そのご指摘をいただいたような、その、レベルではないかなということなんで、もう、今後の動画も、その後のやつも、最終、もう全削除して、ちょっと動画投稿停止しようかなと思ったんですけど、まあ、確認したところ、そういった感じではない。で、他のやつも、実はそこのところに関しては、条件を、一緒の条件で出していたところに関しましては、すべてテロップを入れました。テロップというか、冒頭のところで、そのタイムシークバーのところで、ここから音量注意、ご注意くださいというのは、同じ条件で、行っている、ハッピーレイドと、もう一つ、同じ条件でやっているのがあったんで、それに関しましては、入れておきました。で、それが仕方かとか、まあ、正確に言うと6月の、下旬までかな、の分、このシリーズのやつでちょっと試しにね、2人の掛け合いのところでちょっとね、小ボケとか挟んだところでちょっと入れるっていうような感じでちょっと試してみてたんで、その後の動画では基本、しばらく、使ってないと思います。で、今後使う場合にはちょっとそこはさ、対策した状態で出します。その対策に関してもこの動画で説明させていただきます。で、どうまで何だったっけ？ちょっと本当に、すみません、何も考えずに急に喋り出したんでね、話がまとまってなくて申し訳ないんですけど、現状としてはそういう感覚です。ですので、ちょっと、実際にちょっとこの動画ですね、ご興味ある方はちょっと見ていただいて、その5分18秒のところですね。5分21秒あたり、その実際音楽が鳴り始めます。で、18秒ぐらいから注意喚起の、タイムシークバーのところに注意喚起の、文字が流れるような、形にさせてもらっておりますが、実際にちょっと、今後見ていただく方には、ちょっとそこのところはご意識いただきで見てほしいですね。まあ、またちょっとね、そのあたりに関しては、どうなのか、ちょっと実は、ご意見を、もしコメントをいただけるんであれば、ちょっと、ご意見いただきたいなというところがあるんですけど、で、うちに関しても、まあ、そういうような判断で今させてもらっております。ということですね。で、これ、どうしてじゃあそういうことが起こったのかということなんですけど、まあ、単純に新しい BGM を使いました。で、普段使ってる BGM とだいぶちょっと毛色が違うね、ボーカルがね、入ってるタイプの、いわゆる一般的な YouTuber さんが使ってる、フリー音源の、サイトから取ってきてるんですね、今回のやつに関しては。で、まあ、正直、使いたいなっていうのはあったんですよ。これいいな、ちょっとボケたりしたときにね、ちょっとツッコミとか入れると、のテロップを入れるときにね、特に一人ボケしたときには、ね、そこで、ツッコミをね、一人で入れとるよりは、そういった感じで、白テロップでね、ツッコミ入れるときに、なんでやねんのね、代わりにね、入れるのにちょうどいいなっていうので、結構使ってる YouTuber さん多いですね。動画運営さんとか、ショーゴさん、たけきショーさんよく使ってますよね、このハッピーレイド、とかあるんですけど、で、他にも、有名な YouTuber さんいっぱい使ってますし、まあ、結構いろんな動画でも見かける、BGM だったんで、それ使ってみました。で、どうしてじゃあそんな大きく聞こえる
ていう原因になっているのかっていうと、BGM の、その音量設定の、ところで、これちょっと動画編集してない方にはちょっとピンときにくいと思うんですけど、あとソフトによっても違いますんで、で、私が使ってるパワーディレクターって BGM 専用の、その領域みたいなのがないんですよ。ソフトによってはテロップ専用領域みたいなレイヤー領域が設定してあるものとか BGM の専用領域があるやつがあります。Windows のデフォルトやつで確か一応 BGM の専用のところがあったと思うんですけど、で、それがないんで、そのあたりはマニュアルで設定するんですよ。で、うちの場合は、レイヤー1のところにメインが持ってきて、レイヤー2、3でサブのところ、2でサブの、いろんなテロップとか、テロップじゃないな、差し込みで入るようなね、画像とかを、ように、作ってあって、あとは効果音ね、カチャンとか、カチッとか、いう、デデンとかそういうような効果音が2番に入るようになってて、で3番のところに BGM が入っとって、メインの音とその BGM の音量比を設定して、実際に混合して、そこから最終微調整を、エンコードをかける前ですね、エンコードをかける前に、正規化処理っていうんですけど、そういった処理をすることによって音の均衡化をして、同じ比率になるよ、 BGM とメインの音が、メインの音もその声でボソボソっと喋ってるところと大きいところが、調整が聞けるように、実際に、その平均化処理っていうのをホムライズって言ったらいいのかな、英語だとホムナライズ、をして処理をするっていうのを実はやってるんですよ。まあ、ちょっと裏方の話なんでそんなに普段したことないと思いますけどね。で、その作業をするときに、で今回のこの、そのツッコミが入るところにそのハッピーレイルを入れたところに関しては、メインの音を消して、いわゆる、完全に音が消して、BGM だけが流れる状態にしてありますということですね。で、するので、これに関しては音を消したところの枠に合わせてそのやつを入れてるので、1のそのメインの音量のところに入ってくるようになってます。ですから基本的にはメインで喋ってる時の音と一緒の音が流れるっていうことになるんですね。ただそのここでおそらくその大きく聞こえるよっていう、指摘になっている原因なのは、今回その自動車に乗ってる動画だったっていうのもあると思うんですよ。で、そうするとその自動車で走ってる音っていう音量領域に自動的に設定が合うんで、それで大きく聞こえる。で、そのボーカル音としては、それに合わせたところのとその BGM の音量が調整されるんで、それで相対的に多分その特にイヤホンで聞くと大きく聞こえるよということで、こういった、ちょっとクレームにつながったのかなと、クレームというかご指摘に、ね、つながったのかなというふうに、こちらの方では結論付けさせていただきました。で、対策としては今後はそういった、処理にかかる場合には3番のレイヤーに持ってくるようにして、まあ、だいぶちょっとだからちっちゃめになってるんで、今さっきプブブブとか途中で入る、インサートって言うんですけど、スターステルチャンネルとかって言ってピョンって出てくるインサートっていうのがあると思うんですけど、あれも昔は1のところで設定して、それに音量設定合わせてたんですけど、これを3にして、3のところの BGM から、まあ大きくちょっと聞こえて、っていうような処理をしてるんで、まあ、同じような処理をするような形で、今後は対応していこうかなと思います。逆にそれだとちょっと聞こえにくいよ、そのツッコミの、やつが、消えちゃうんで聞こえにくいよとかっていうような話とかになるんでしたら、またちょっと、再考したりかなと思いますけど、まあ、確実にその、基本的にその BGM のその一番、小さく設定されているところからの基準で、かかってくるので、これでそういった、その被害というかね、被害になるのかなと、まあ、正直、いうところなんですけど、そこのところは対応させていただきます。で、これの、対応を、正式に行う動画、7月21日以降の動画アップロードする動画になります。それまでやったらもうちょっと出来上がっとって、そういった感じの経緯で、すでにプロジェクトファイルも残っていないので、再調整することもできませんので、ご了承ください。ただ、
いった感じで使っているのが、今回のこのシリーズのところで、一回ちょっと試しに入れてる状態だったんで、多分、その後のところ、今確認したら、この後4回くらいそういったケースが、あるのかなというところです。まあ、それは、冒頭のところで概要欄に入ってるんで、それ見ても、シークレ見てもらうときに出てくると思うんで、それで、わかるかなと思うんですけど、とりあえずはそれがあるんで、まあ、これでとりあえず、対応とさせていただきます。まあ、またそのあたりでちょっとご意見とございましたら、またコメントでいただければと思います。という感じですね。で、まあ、ちょっとひとまず一通り、アップロード済みのね、アップロードして、要は公開準備で引っかかっている動画は全て今確認したので、これでひとまず対応とさせていただくという形でございますね。まあ、またちょっとこれでまだ不備があるよというので、ちょっとご意見が多いようであれば、ちょっと対応、またちょっと追加対応をさせてもらうという形になります。ちょっと後手後手なね、対応ではないのか、ね、もっとお客様重視でね、ファーストで、対応しないといけないのではないか、特にすいません、うちのね、本職で知ってる方だったらね、仕事柄そういうのは最優先でね、対応すべきではないのかとか、ご指摘いただきそうな感じもあるんですけど、まあ、ひとまずちょっとうちのところでできるベストはこれかなと、いうことで対応させていただきます。まあ、ちょっとできることにも限界がありますので、時間もね、ある程度限られた中でしかできませんので、これでひとまずちょっとできることは、とりあえず、対応させてもらいましたという報告でございます。まあ、私頑張ったよ的な動画みたいな感じになっちゃうんでね、なんかそこはちょっとあんまり趣旨と払えてしまったのかなっていうところもあるんで、ちょっと申し訳ないんですけど、そういった対応でさせてもらいますいうことですね。ちょっとすみません。最後の方、ちょっと支離滅裂な感じになってしまいましたけど、ひとまずちょっと、そのあたり、注意のが入ってるかどうか、ちょっと概要欄の方見てもらって、タイムシークバーのところを見てもらったら、なんか出とるなっていうのがあったら、ちょっと、その動画ちょっと気をつけて、貼っといていただきたいなというところですね。まあ、ぜひ、まあ、聞いた感じ、いやいや、まあ、そんな気にならないよって言うんでしたら、もう全然、今後も、そのまま、気にせず、ご覧いただいたらいいですし、まあ、で、正直言うと、いや、全然大丈夫ですよとかっていう意見もね、コメントとかで、いや、ちょっと気になるかな、程度かなとか、まあ、いや、こういう、このご指摘の通りだよ、もう全然ダメダメ、危害あるよとかっていうような感じのね、場合もちょっと書いてもらったらいいかなと思いますと。というところですね。まあまあ、危害がある可能性があるものを出しておくというのはどうなのかというね、意見もありそうなんですけど、これに関してもちょっと、現任ですね。現任処理対応をした結果での判断ですので、ひとまず、ちょっとそういう、それで行こうかなと。ひとまずというか、まあ、もうこれで行くということですね。どうなのかなっていうところですね。まあ、ちょっとご指摘いただいてからすぐに全部、パターン確認とかしたんですけど、どうかな。まあ、正直、個人的にはそこ、全然、そんなご指摘をいただくレベルだったのかなというのはあるんですけど、まあ、でもね、ご意見として間違いなくいただいてるんで、まあ、個人的には、その自分で聞いてる分にはあれなんですけど、まあ、私はまあ、耳も良くないですからね。というところもあるのかなと思います。まあね、見ていただいてるね、皆さんも結構、私の想定している環境外の方もね、結構いらっしゃるのかと思いますので、まあ、そのあたりは、品質改善にね、つなげれるように、こちらの方でも、対応の方は、行ってまいりますということで、ね、まあ、他のね、皆様もね、ちょっとここのところとかね、ちょっと改善してほしいなとかっていうのがね、あったらまた、意見はどんどん出しておいてください。ちょっと、全部がね、うちもね、その、メイン、これでね、24時間、張り付いてね、対応してやってますっていうね、いわゆる、まあ、プロフェッショナルにやっとるのではなく、完全にアマチュア体制でね、やってますので、できることは、そのリソース、
ですね、金銭面、リソース、時間面等でちょっと制約がありますので、すべてにお客様のね、すべての要望にお応えできるかといったら、それはちょっとできかねますっていうのは、現実としてあるのでね、まあそこはちょっと申し訳ないんですけど、まあでも、意見いただいてね、ると、まあこちらの方でもね、それに対する対応案とかね、いろいろとアイデア、出していけるところはどんどん出していきたいなと思ってますので、今後ともですね、スターステルチャンネルね、ご愛顧いただければと思いますと。いうことで、これなんか最後の方、なんか無限ループしてる気がしますけど、まあ、ひとまず、そういった報告動画でございました。まあ、今後もちょっとお楽しみ、そのあたりとかね、いろいろとご意見いただきながら、対応で、していければなと思っておりますということですね。ということで、まあ、報告動画としては以上でございます。ご視聴ありがとうございました。